エポケは、原義において、停止、中止、中断を意味し、哲学においてこの語はいくつもの意味を持っている。会議主義においては、エポケは、サスペンション・オブ・ジャッジメント、判断を留保することを意味する。もし真理が到達不可能なものだったり、到達しにくいものだったりするなら、判断を急ぎすぎると必ず誤ることになるで、あろうからである。 フッサール及び現象学においては、エポケは、世界の自然命題を、格好に入れることを意味する。すなわち、世界の外的現実についての信念を、格好に、入れるのである。ただしこれは、世界の実在を疑うという意味では、全くない。世界の現象を起こるに任せ、純粋な現れとし、そこで現れているものの実在については、もはや断言、しないということである。 世界の中で生きられたものが意味している一切を射生し、生きられたものをそのものとして研究するという点において、エポケーは意識の普遍的構造を考えるための第一歩なのである。精神分析学において、エポケーは現実に対するあらゆる判断を留保することを意味する。これによって治療者の幻想と無意識の世界をうまく、航行できるようにするのである。ありがとうございます。